次は、うん、第一印象はこれはね絶対聞いてるので、あ、第一印象ね。そう、どうだった最初に会った時、スバルめっちゃ覚えてる。え、待って、スバルちゃんスプラでボコした記憶しかないの。そうだデビュー配信前にそうだスバルちゃんのことボコボコにしてギャーってやった記憶しかないな。なんか、うん、配信でスプラやってたんだよね。やってた。ミオシャだっけ。ミオシャがなんかやってて、やってたよね、配信だったっけな、なんか裏でかなんかスプラとりあえずやってて、うんうん、そしたらコロネがやってきて、うん、で、あ、コロネで、そしたら、うん、なんかあのぶっコロネされて、あのローラーで気持ちよかった。ふざけんなよふざけんじゃねえよ。ごめん、気持ちよかったあれ、うん。その時にどう思った？え、スバルちゃん、うん、いや、なんかあのプロライブに入って怖かったよ、すごい。あ、そうなの？あの女だらけの職場でちょっとやっぱりいじめられてたかな。お前やまあでもね、女の子集まるとね、いろいろ大きがつではあるからね。そうそうそう、まあ、なんかね、ね、そういうこともあったから、はいはいはい、いや、まあ女だらけやな、ここもと思ってたんだけど、うん、みんな優しくて、いや、だから怖かったの。え、これ裏ある？あ、確かに。こんな優しいの？みたいな。ホロライブって、いや、優しいんだよね。なんかね、これ、本当に嘘だって言われるけど、本当になんか優しいよね、みんな。優しいんだよね、みんな優しいの、本当に。いや、だから、確かにね。ちょっとビビってたんや、うん、ビビってた、ぶっ転んでしながら。いや、でもスバルちゃんはビビってなかったかも、うん、おい、ビビれよ。どうなんか、ミオシャとかから聞いてて、あ、そうなんだ、なんかスバルいいやつだよって言って、よかった。スバルは、うん、ミオシャとかに、うん、コレネのことを、うん、ちょっと変だけどいいやつだよってそうなんだ。ちょっと激しいタイプ。あ、ちょっと激しいかもね。激しいタイプって聞いてた。うん、うん、うん、なるほどね。それで初配信見てどんな激しさなんだろうと思って初配信見たら、うん、なんかいきなり指、初配信で指やってたっけ？あ、そうだね。あ、初配信で。初配信。いや、なんだっけね。なんか背景さ、ピンク色のチェックでさ。あれ多分ミオシャがくれた。ミオシャがくれた。コロネこれ使いなって言って。なんか初配信がぶっ飛んでて、うん、あ、こういう感じの子なんだと思ったけど、人生で初めてすぎて、うん、なんか大丈夫かなって不安になってた。いや、あれはただ本当もう OBS 分かんなかったんだよ。あ、そうなんだ。OBS 分かんねえし、誰も教えてくれねえし、もうどうしたらいいんだろうこれと思ってさ、あの時さ、ホロライブもなんか、まあ、小さかったじゃん。いや、今はなんかレクチャーがあるらしいね。いや、そうだよ。で、ダメな例でコロネの配信が使われてるらしいからこうならないためにみたいな。ね、それマジだ。面白すぎるだろ、だとしたら。だから、まあでもなんかみんなのさ、うん、なんか何、反面教師じゃないけどさ。そうだね。慣れてよかったなと思う。よかったのかな。うん。まあでもね、そういう感じでしたね、第一印象は。わかった。